げやばいこれやばいやばいすいませんやあそれでは美と同じで参りたいと思います。先行が、ミリアンド椿、ここが奈落に行きたいやつ、この美とまれ。DJ ジャカ、レディーファイ。MOJ、一周年記念。祭りだからこうやって出てきてるぜ。さっきからバトルいろいろ見てるけどよ、生ぬるすぎて全くつまんねんだわ。同じのが確か、耳打ち勝負。もしくは明日で直していこう。どっちが勝負、こっちとらせっこう。てめえらアマチュア、こっちとは苦労。MRJ は祭り、それを分かった上で俺もステージに立ってる。バカおやすみモード、タコはおやすみご用。宮川超えたお祭り男。いや、やるときだけ出る。あ、俺らいつも出てるけど、それ分かってね。いつだって現場型。ああ、目に戻りバスバス。俺は、ね、お前らエコノミークラスだな。俺らいつも出てる草バブルバスク。こっちは東京で決勝戦だ。いつも出てるとか言うくせにお前の名前聞かねえな。それは出てるので意味があんのか。出てるだけだから出られる。それがヘルでフリースタイルやってるぐらいでちょうどいい。道端なら現場生物の鼓膜に直結届ける。お前らの鼓膜が悪いんじゃね。鼓膜が悪いんじゃね。お前はアイドルで売れてるだけ。それだけラップのスキルがねえんだよ。俺たち今だ全力少年、夢を追う少年、色濃く残す色ゴールペン、間違いがないよ。アイドルで売れてるこちらスキル1から現場で叩き上げしてんだよ。お前とちげえな、色物ラッパー、シノコの抜かすな、甘すぎキノコの山。終了です。それでは聞いていきたいと思います。先行ミリアンド椿、高校奈良区に行きたいやつ、米見とまれ、勝者ミリアンド椿です。と同じで参ります。先行 YWA 高校974ガンズ、リジェチャカレディーファイ。マロフォクスティール入ってこの中、甘々ドブネスにぶっ飛ばすわ。ウォンパスチェック、お前らの心を落とし込むとロップはミストが濃い気は。ヒップホップミュージック BPM に踊らされてるシャカ MC。 フルコースに極めなエレメンツ勝ち抜き、ヒップホップダイナオンザビー、オンザビー、間違いない、それを知ってる、分かってる。ワンタイム、ツータイム、片付けてフライ。ミッドナイト、クセ野郎、焼き付けるマイク。圧倒的光ゆえに絶望の基地に立たせる。ことすらお前は気づかないようだな。お前のサンプリング安いぜ、チープ。まずはビートキープ、そこから始めろ。セミネのイズムさ、卓球はなし、これ正規じゃなくて極悪の世界。極道もくもく、あのピッツラボ、ボンキュボンで全て好都合。いい感じ、聞き応えがある方、それがマルコ、これでいけてる方。合わせらしゅうはず、いつもはずがくでぶっ飛んでもいい感じだよ。関係ないぜ、別に好都合よ。勝つために俺たちにライブは必要。ラッパーとかけ離れたサービス業よ。そろそろ切れそうな堪忍袋。堪忍袋の尾が切れる。最終的には琴の葉のへその尾が消える。俺はバッチリと答え出す。俺がバチスタ、二人はここで死す。終了です。それでは聞いていきます。先行 YWA、 高校97ヤンガンズ、勝者97ヤンガンズです。ビートを聞きましょう。ビートの代わりは次はこちら。ナイス DJ。それではこちらのビートで参りましょう。先行リュケ、高校シャリ、リジェジャパン、レディーファイ。どこどこどこでもじりがち、俺口の言葉だけでまた聞き出す。大阪大阪マジうるせえな。ヒップホップのジャンルでまずは比べない。大阪外れのスポットファイト、いつもの通りで動くサイコロ。退化した頭の頭脳と才能、新アクシエーションにありますスプライト。スプライトがスポットライト、東京ネタバカマジクソつまらないよ。がこれでないよ、が東京その乗り方、何人にのマジシエ。それだぜ、間違いがないとラップ乗りしかできない。そういう典型的なやつは興味ない。スポットライト、はっ、ボコボコ行くぜ、クード翔太郎。よくわからん、俺東京じゃなく ST、 埼玉県民任せろ。ラップ言い訳ずにます、やること別になくしょった ST ダウン。イケてるラップ、レベルは神奈川、色も鮮やか、何かが華やか、頭の中も変わっちゃった。生かした B ボーイ負けるバンダナ。ブッ、なあ ST ダウンよりもこのまま決意を示すためにマイクを握れ。から命つなぎ、何が面白いのさ。そうな顔、関東からしたら変わりがしねえよ。同じだ、マイク握ったぜ、ライブかけたぜ。そしてこれはバトルだ、歯を食いしばれ。その話だ、わかる、神の領域。 OSK からも毎度大きい。
終了です。それでは聞いていきます。先攻龍慶高校シャリー、少々シャリーになります。吊るし上げられたこの決戦の火蓋、俺たち B-boy としての誇りをかけた。ナイフとフォークとマイクだけを用意しとけ、これがバースの上の最初の爆弾だ。ホームレス、ごめん、今ちょっと急に思ったんだけど、お前 MC 急にめっちゃ似てるようになったがりやな。まあ超関係ない話、北見成さん俺超絶好なラッパーだぜ。ネタとライブを地味に落とすな、マイクを掴んで意識を持つか。お前ら声をただ張り上げてるだけ、何が足りない？2匹のゴブト。ほんと、さっきからよくわからん、そういうことしてると記事が増えると。マイク一本で一発蹴ろう、ラップ下手すぎて見てらんねえよ。俺はラップが下手くそだ、わかってる、見にくいし、そのまま声を張り上げるしかねえ。だが DJ が針を上げることはねえ、針が落としてる限り俺たちは声を上げ続けたから。あ、すいません、この3人無視してラップうまいですか？僕がラップするから、まずは。向いてるかもわかんねえ、声を張り上げて必死にオナニー。俺は元は一匹狼、今ではドルちゃんと一心同体の敵。ラップってのはどっちがうまいか、ワンショット首かる5発の刃。大丈夫こいつ、まだ時間午前2時、ぶっ飛ばしていくぜ本戦行き。笑い終了です。それでは聞いていきます。先攻メンヘラの B-boy、 ここドルライン、勝者メンヘラの B-boy です。ありがとうございます。それでは判定の目はまま参りましょう。ディムフォロー対、それでは行きましょう。あ、ビート変わりますね。ビート変わります。こちら。ではこちらのビートで参りましょう。先行がシャリー、後攻がキューナイアンガンズ。DJ のレディファイ。レレレッジェイド。必勝夏が増す、優勝することが決定事項、決定事項なんて怒らねえ、フローがないのがデメリットだな。決定事項なんてヒップホップではねえよ、ルールがねえのがヒップホップだろ。それをしっかり自由にさせてく、俺は変えてく、このマイク一本でしょ。メリットとデメリット、てめえ以上のデイケーモンもこの場所で見せてやるよ。俺はライバーデザイナー、自分たちの世界観を描いたデザイナーの存在はでかいな。ライバーデスコンサム、自分自身の世界観を客観的に主観的に押し付けるのか、そのスタイルなんかわかんない、やれやってねえキャラ、マイク一本言葉からっていうのはなんか不思議な音。確かにない、この音、お前がデザイナー、俺も描ききれないものを描いた気になって、夢まで描くぜ、この音に任せ、俺がシャリー、チャンネルはこのままで。散々語った上で分かんない、さらさらおかしい、俺が見せていくぜ、片顔は魂。いや、そんな感覚で俺は鼻からも魂、お前らのバトルなんて鼻からお遊び。いや、お遊び、俺らはやることをやるだけ、そんでボートリンゴスプレー、リリックを書くだけ、ステージでマスを書くだけ、ボーっと突っ立っても恥を書くだけ。終了です。それでは聞いていきます。先攻シャリー、後攻キューナレヤンガンズ、勝者キューナレヤンガンズです。それでは続いてのシャリーまいりましょう。メンヘラのビーボーイ、ビート変わります。ビートはこちら。はい、いいですね。それでは参りましょう。それでは参ります。先攻が、プリケツ、高校がリボロ、DJ ジャカレディーファイ。いい感じのビーツ、マジックエンジョン、またビーツやってくだけ話だろ。いつも通り踊り出したスキルからまた見せてくだけ話だろ。が頭しっきりしてくことが私だもん。アロダイナダンディーハイハッマークが変えてるビーツ、それはただ間の通り方、ありゃマークが隠して落ちそうだ。いや、静かなビートに静かな声で、何も感じないってことだぜ。フローうまそうな雰囲気だけだぜ、言いたいこといっぱいある、フロー校舎の心配だぜ。フローうまそうな雰囲気だけど、顔面に脂肪つきすぎて滑舌が回ってない、残念すぎる、かわいそう。どっちがプリケツに囲まれてるかわかるでしょ、見たら。プリケツはふざけてつけた、それをディスんだ俺らの前だ。俺がフローうまそうとか知らないけど、かまし出したシールマスター見せてきたけ。うまそうじゃねえ、うまいんだよ、お前らの食ったらうまそうかどうかどうか、それがまたこれのモンスター風。
プしてまた泣くまた確かに肉はうまそうだよ、でもフローがうまいかは観客は決めるんだよ、手が上がってないお前ら二人、俺たちの方が音楽はうまいって話、普段からもも芯が食ってないよな、感じのフローしてるやつ負ける気はない、どっちがうまいから見たらわかるじゃん、それがわかってないやつ頭悪すぎマジで苦難ないね。終了です。それでは聞いていきます。先行プリケツ今後2部フォロー、ちょっと2部フォローになります。それでは続いてこのパビート変わる、同じかビート変わらないです、同じですね。それでは参ります。先行2部フォロー、ここ上かまちりたい忍者ちゃんがレディーファイ。いや、ヒップホップはファッションの一部じゃねえか、ファッションはヒップホップの一部だって、どうにかしろそのクソだせえみなり、俺は今日も京都で朝からドン決まり、いや楽しみに来てるのに耳打ちしちゃって、俺たちの言葉を聞けよ、彩りからすげえマジでクソだせえ、フラッグミュージックトラップやアイスの使い方学べ、スキルがねえのにファッション生き込んでいつの間にか赤いね、数時間前の証券 Just a moment Please follow me、 あれこれ俺の言葉だね、ファッションディスる前に俺からしたらお前のポケモンもダサすぎ、それだけ言っとくぜ、お前ら俺らじゃなくて俺の服にすってどうすんねん、バンバンババンバンババン、お前の友達太鼓がうるせんだよ、ちゃんと言葉吐かないと俺の耳元には届いちゃこねえな、いやポケモンジャパニーズサブカルチャーこれ最高じゃん、分かってないなら頭おかしいなマジで、いやお前の内面が一番外側に現れてんだけど服装って分かってないのかな、からね、結局見かけ倒し見た目見せるくせに US の流行りを抱き底つく確信、地祭りたちまち断ち切る立つシップレ、いや、俺はお前らじゃなくて今日正直派遣社員この日に来てんだよな、分かってね、この前負けた派遣さん久しぶり、お前らぶっ飛ばす紫ピクミン、いや終了です。それでは聞いていきます。先行2名フォロー、高校上下町走りたい勝者2名フォローになります、ご飯付け久しぶり